ヨーロッパで新型コロナウイルス感染の再拡大が続く中スペインでは21日累計の感染者がヨーロッパ諸国で初めて100万人を超えましたスペイン保健省によりますと国内での感染者は累計で100万5295人となりましたヨーロッパ諸国で100万人を超えたのは初めてです スペイン政府は9日首都マドリードに非常事態を宣言し必要な場合を除いて市の出入りが制限されています一方イギリスやイタリアでも1日あたりで過去最も多い感染者が確認されていてイギリス政府は中部のマンチェスターなどでパブやバーの休業を命じるなど規制を強化することを決めましたこうした中感染者が9月以降急増しているチェコは21日 店舗の大部分を閉鎖するなどロックダウンを全土で実施すると発表しました。